はオランダ出身でアメリカ合衆国に移民し日本にキリスト教オランダ改革派宣教師として派遣され活躍した法学者神学者宣教師日本で発音され安いをフルベッキと称したことから現在に至るまでこのように表記されているブエルベッキとも表記された1830年にオランダユトレヒト州のザイストで 資産家の父カールと教育者の母アンナとの間に8人兄弟の6番目の子供として生まれた。フルベッキ家は代々モラビア派に属していたので、フルベッキはモラビア派の学校に通い、同派の学校でオランダ語、英語、ドイツ語、フランス語を習得している。また、同派で洗礼を受けた。ただしザイス都市の資料では、家族全員がルター派として登録されている。 フルベッキはモラビア派の影響で、宗派的な対立には寛容であったとされる。少年時代、中国宣教師のカール・ギュツラフにより東洋宣教、1844年の中国宣教師を育成する、副官会の資金調達のための講演、ロンドンではマルクスも聞いているの話を聞き、海外伝道に興味を持っていた。モラビア派の学校を卒業後、 ユトレヒト工業学校に進学し、工学を学んだ。1852年9月2日、22歳のフルベッキは、ニューヨーク州オーバン市にいた義理の兄弟の招きで、アメリカに渡り、ウィスコンシン州の鋳物工場で働くようになる。ウィスコンシン州にはモラビア派のオットータンクが、コロニー設立のために土地を買っていて、モラビア派の宣教師を乗せるために機船を作っていたとか、 オットータンクが気船を使ったビジネスを考えていたとか。またオットータンクは1849年にザイストで結婚式を挙げていて、そこからフルベッキの親類が交流し、議定がオットータンクの援助を受けていた関係からウィスコンシン州に来たという。1年後にニューヨークに移動、さらにアーカンソー州でエンジニアとして働くことを選び、橋や機械類をデザインした。 同じ時期に南部の奴隷たちの状態を見て心を痛め、またハリエット・ビーチャーストの兄弟であったヘンリー・ウォード・ビーチャーの教えにも心を動かされる。アーカンソー州はミシシッピ・デルタという面下とアフリカ奴隷が非常に多い場所であった。また、フィルモア大統領による1850年協定によって南部の奴隷を主に返す妥協を ピィーチャーが批判していたのをおそらくフルベッキは共感。その後1854年の夏にこれらにかかり重傷となるが、感知した赤月には宣教者になることを誓った。奇跡的に回復したフルベッキは渡米最初に来たオーバンに戻り、1855年にニューヨーク市にある長老派のオーバン人学校に入学した。新学生の時に、 サミュエル・ロビンス・ブラウン、オーバン新学校からマカオのモリソン記念学校で教え、シンガポールでヘイボンと合流しともに、ニューヨークに帰国の巻き返するサンドビーチ協会で奉仕をした。これをきっかけに、ブラウンと共に日本に選挙することになる。1859年オーバン神学校を卒業する時に、ブラウン、シモンズと一緒に、 米国オランダ改革派協会の宣教師に選ばれた。直後の3月22日長老協会で暗種礼を受けるが、翌日改革協会に転席して、正式に、米国オランダ改革派協会の宣教師に任命された。4月18日にマリア・マニオンと結婚し、5月7日にサプライズ号で、ブラウン、シモンズと共に、日本へ向けて、ニューヨーク港より出版した。 上海に一時帰港した後、ブラウンとシモンズは別で先に神奈川に渡り、上海に妻、マリアを残して1859年11月7日に日本語習得のために長崎に一人で上陸した。フルベッキは長崎の第一印象をヨーロッパでもアメリカでもこのような美しい光景を見たことはないと記している。 長崎では成功会のジョン・リギンズとチャニング・ウィリアムズに迎えられ、ストクジ・ヒロノリアンに同居した。その後、12月19日に、妻、マリアを上海より呼び寄せた。1860年1月26日には長女を授かり、エマジャポニカと命名するが、生後2週間で死去する。長崎では、 開国後も以前として、キリシタン近世の考察が掲げられており、宣教師として活動することができなかった。しばらくは、私塾で英語などを教え生計を立てていた。1862年には、自宅で、バイブルクラスを開いた。また、1861年から1862年に、かけては、佐賀藩の大熊茂信と、祖江島種臣が、 フルベッキの元を訪れ、英語の講義を受けている。1862年に、チャニング・ウィリアムズが、ジョージ・スミス主教の基金と居留外国人の、献金によって長崎、山手居留地内に完成した、英国聖公会街道の初代チャプレンとなるが、二代目チャプレンは、フルベッキが務めている。フルベッキとウィリアムズは、名優となり、フルベッキの子供たちはウィリアムズより、 先礼検診を受け、聖公会員となった。フルベッキの次男は、チャニングム・アバーベックと命名している。1863年に、後に聖公会の婦人伝道士となり、立教女学校、立教学校で教師を務める次女エマジャポニカが生まれる。同年、生麦事件をきっかけとした、撮影戦争の時は、上海に避難して、1864年に、 長崎に戻った。また、大熊重信と、添島種臣は、この頃から、古別きから、英語の個人授業を受けている。大熊は、古別きの授業によって、キリスト教に興味を抱いたと従会している。1864年には、長崎奉行より幕府が長崎に作った長崎英語、伝習書の英語講師への招へがあり、古別期は、教師として幕府に雇用された。 また、この幕府の映画書、再美館とともに、佐賀藩が設置した自演館でも、教弁をとっており、彼に指示して集まった学生たちの姿は、古べっき群像写真として継承され、現在も長崎歴史文化博物館で展示公開されている。再美館の教え子には何、例の、平井希章がおり、また大山岩尾も、学生の一人であったと言われている。 大久保としや伊藤博文も教えを受けたとも。南霊のは、その後私熟を開き、前島ひそか、武つ宗光、高峰城吉、阿保清康、山口直吉らを輩出した。南霊の私熟の熟生は、古べっきのアドバイスや援助も受けていた。慶応三年十一月、佐賀藩前藩主の鍋島直政等と親交があった、関係で、 佐賀藩がフルベッキを雇用することになった。しかし、佐賀藩が外国人の立ち入りを認めなかったため、フルベッキのために、長崎に、藩校、茂学芸古所が設立された。英語、政治、経済などについて、講義をしている。また、オランダで、工科学校を卒業した経歴から、工学関係にも詳しく、元木昭蔵の活人殺術にも貢献している。 同年には、佐賀藩家老の村田若さと、弟、綾部康史に洗礼を授け、1868年には、仏僧清水区内に洗礼を授けた。伊藤博文は、古別きの門弟だったと言われることもあるが、伊藤は、長崎に、長期滞在したこともなく、直接の関わり合いを示す文書は残っていない。しかし伊藤は古別きが滞在していた。 大徳寺に宿泊したことがあり、古べっきの弟子である南霊これの弟子、吉川県政を大徳寺に呼び寄せて、英語を学んでいたことから、両者の間に何らかの接触があったと見られている。また他に、相良智康、山口直義、元の森道らを輩出している。慶応3年から4年にかけては、薩摩藩や土佐藩による古べっきの引き抜きが行われようとしたが、 大熊らが千両の給金を支払うよう藩に掛け合ったことで決着している。明治元年には岩倉智美の子、岩倉智貞と岩倉愚教が門弟となり、支援官で学んだ。支援官での校長、教頭の関係や学生時代の指定関係から、大熊重信は古べっきを師と仰ぎ、大熊が創設した早稲田大学でも、古べっきを見学の祖として称えている。 状況前のフルベッキと遅延間の学生。この写真は1974年に島田隆介によって、慶応元年の幕末の志士たちの集合写真であるという説が唱えられるようになったが、現在では明治元年頃に撮影された写真と見られている。1869年2月13日にフルベッキは突然、明治政府より、 大学設立のために、江戸に出資するように通達を受ける。到着したばかりの公認選挙士ヘンリー・スタウトに、伝道を引き継ぎ、江戸に向かった。江戸では、法律の改革論議の顧問と大学の設立の仕事だった。古べっき邸には、森有りによって、教師をしていた高橋惠紀夫が住んでいて、古べっきの世話をしている。 高橋レキオは一時この邸宅を抜けているが、ダビッド・モルレートの交代のため教師を辞めた、フルベッキの相談を受けたり、晩年のフルベッキとも信仰を持っている。1868年6月にフルベッキは、大隈重信に、日本の近代化についての進言を行った。それを大隈が翻訳し、岩倉智美に見せたところ、1871年11月に、 欧米視察のために、施設団を派遣することになった。直前まで古べっきが岩倉に助言を与えていた。古べっきの案においては、浦上4番崩れなどの関係のキリスト教理解などがメインであったが、岩倉の案では国家的使命を帯びている。また、当初は大隈重信が渡米する予定であったが、留守政府側になっている。1877年には、 日本政府より、君三島局実証を授与された。1869年2月より、東京大学の前身にあたる改正学校の、教頭を務めながら、学校の整備を行い、1869年12月には、大学南校と改称した。大学南校在職中の1870年10月から1873年まで、教頭を務め、規則や、 教育内容の充実に努めた。大学南校在職中の1871年10月5日、明治天皇より学術の功績への感謝と、さらなる発展への期待を希望する、胸の直後を賜る。1872年には、福井半明神館で教師をしていた、ウィリアム・エリオット・グリフィスを呼び寄せて、科学の教授をさせた。ダビッド・モルレーが文部省より、 特務官として召喚された時には大変信頼し、高橋コレキオに家を探させた。1873年に政府サインにおいて翻訳顧問となり、1875年から1877年まで元老院に職を報じた。この間の1874年にラトガース大学より進学博士の学位を授与された。しかし、 宣教師としての活動に意欲を見せるようになり、1877年9月に、官職を退き、東京一致新学校や家族学校の講師を務めた。1878年7月には一時アメリカに帰国するが、翌1879年には宣教師として、再来日する。1886年、明治学院の開学時には、理事と進学部教授に選ばれて、 旧約聖書中介と説教学の教授を務めている。1888年には明治学院理事長を務める。1884年には高崎に、1885年には板垣大輔の仲介によって高知に渡り伝道活動をした。また、長崎にもたびたび伝道旅行をした。1883年4月大阪で開かれた、 宣教主会議で日本におけるプロテスタント宣教の歴史について講演した。1878年には日本キリスト一致協会中会で旧約聖書翻訳委員に選ばれ文語訳聖書の紙編などの翻訳に携わった。1888年2月の旧約聖書翻訳完成祝賀会では古べっきが聖書翻訳の遠隔について講演した。 1890年、高橋コレキヨがペルーから帰朝した時横浜で、フルベッキと会う。二度目に宣教師として来られた時は宣教師仲間に、あまり受けが良くなかったため悲惨な境遇だったという。1898年3月10日昼頃、フルベッキは赤坂青井町の自宅で、心臓麻痺のために急死した。葬儀は3月13日に、 芝日本キリスト教会で行われ、ティビッド・タムソン宣教師が指式し、ジェームス・ハミルトン・バラが説教をした。遺体は、青山墓地に埋葬されている。オランダでは、バーベクで、フェアビークと呼ばれていた。アメリカ移住の時、アメリカ人が発音しやすいように、フルベッキと変えた。一方で、青山墓地のフルベッキの墓碑名は、バーベクと告されている。 フルベッキはオランダに長い間帰国しなかったので、オランダ国籍を喪失した。友人グリフィスも著書で彼を国籍のない人と言っている。フルベッキ家は裕福なアムステルダムの商人で、ドイツ人とオランダ人の名家の婚姻によって生まれた家である。村瀬久代2003、ピアニッシも56、AB 村瀬久代2003、 ピアニッシモ 57AB 村瀬久代。古べっきの背景。桃山学院大学、キリスト教論集、守る武器みやび2009ピアニッシモ179から180村瀬久代2001ピアニッシモ30村瀬久代2001ピアニッシモ33村瀬久代2000ピアニッシモ69村瀬久代2000 ピアニッシモ70村瀬久代2000ピアニッシモ76村瀬久代2000ピアニッシモ 7677AB 村瀬久代2001ピアニッシモ31社長ソエジマタネオミ、その補佐が大熊重信守る部君やび180ページ AB 村瀬久代2000ピアニッシモ81村瀬久代2000 ピアニッシモ、83、AB 村瀬久代2001、ピアニッシモ、32、村瀬久代2000、ピアニッシモ、87、早稲田大学百年史、第一編除雪東京専門学校創立前次第、重賞、古べき来庁早稲田大学交友会、ホームページ記憶の中の早稲田早稲田大学の源流、遅延館旅する、長崎学、第十七回近代化の鍵は、 言語習得4位タル円カターと佐賀藩独自の、英語伝習所汗田大学の前身 AB、高橋小暦四次伝中央公論新社、1976年。田中明、岩倉施設団講談社現代新書、1977年。全員国公立学校教頭会、ウィリアム・ジョーダン・フルベッキ・ファインド、A グレーブ・ハット AB ・大岡昌平、0手1000期中央公論新社。 中高文庫2018年ピアニッシも84から85ありがとうございます。